レッサーパンダは、哺乳孔食肉目レッサーパンダかレッサーパンダ属に分類される食肉類。本種のみでレッサーパンダ属を構成する。インド北東部、中華人民共和国、ネパール、ブータン、ミャンマー北部。ラオスでの報告例はあるが、確実性に乏しいとされる。甘粛省、奇襲省、青海省、先水省では絶滅したと考えられている。 頭道長50から63.5センチメートル。尾長28から48.5センチメートル。体重3から6キログラム。全身は長く柔らかい体毛で覆われ、足裏も体毛で覆われる。背面は赤褐色で、覆面に足し、次回外側は黒い。鼻面や唇、頬、次回の外縁は白い。には、 泡褐色の帯模様が入る。磁界はやや大型で三角形。指跡の数は5本。爪はやや引っ込めることができる。前肢の手指骨が指状の突起に変化し、指と向かい合っているため物を掴むことができ、頭から木を降りることができる。肛門の周辺並びに足の裏に終戦がある。あと破裂口内に首動脈が開く。語口外孔は、 上額校外縫号よりも後方にある。死列は、門子が上下6本、剣子が上下2本、小級子が上顎6本、科学8本、大級子が上下4本で、計38本。列肉派内側に高頭が2つあり、子根が3本。胸椎の数は13から14個、腰椎の数は4から6個、仙椎の数は3個。猛腸がない。 出産直後の幼獣は、体長15センチメートル、体重100から130グラム。全身は、体毛で覆われているが、目は開いていない。乳頭の数は8個俗名。アイリュールズは、猫。種小名フルガンズは、光り輝くのい。形態の比較では、ク熊蚊に金ンアライグマ蚊に金クマ蚊と気脚類からなる系統に近縁、イタチジョーカマスタロイディア内でも、 原始的とする説などがあった。1980年代には、ジャイアントパンダが、クマ化に禁煙とする説が主流だったこともあり、アイソザイムや、染色体の解析から、ジャイアントパンダとの類縁性は否定される説が、有力となった。1980年代後半以降は、ミトコンドリア DMA の分子系統解析も、行われることも増えたが、2000年代にかけても、 解析手法により結果は一定しなかった。1990年代後半には、イタチカとアライグマ化からなる、単系統群に近縁であることが示唆され、2000年には、アライグマ化、イタチカ、スカンク化と本化で、イタチ上化マスタロイディアを形成する説が提唱されたが、状化内の系統は不明なままであった。複数の核 DNA の分子系統解析では、 上化内では、スカンク化に次いで分岐した系統だと推定されている。イタチ上化のレッサーパンダ科に分類されることとなった。形態から、以下の2亜種に分ける説があり、亜種を独立種とする説もある。一方で、分子系統学的解析では、亜種間で遺伝的際はないとされる。最近になり、形態動物地理学さらに、 集団遺伝学の違いにより二つの種に分けられることが報告された。アシュの産地を曖昧な状態で、長年分類学的研究が進められてきていたが、ヤルンサンポ川を境界とすることで、西レッサーパンダアイリュールズフルラインズ、F キュビエ1825と、四川レッサーパンダアイリュールズスタイニトーマス1902に分けられることが明らかとなり、哺乳類学が、 専門のドンリー・ウィルソンも、二種に分けることを支持している。標高1500から4800メートルにある温帯、亜熱帯の森林や竹林に生息する。インドのメガホラや高原では、標高700から1400メートルの亜熱帯、熱帯の森林にも生息する。樹上性と考えられている。夜行性もしくは、白面白母性で昼間は、休むが、 カキには昼間も活動する。縄張りを形成して生活すると考えられ、オスは終戦による臭いつけや、一定の場所に排便することで縄張りを主張する。竹や竹の子を食べるが小型哺乳類、鳥類の卵、昆虫、動物の死骸、果実、地ー類なども食べる。繁殖様式は耐性。妊娠期間は90から150日だが、 受精卵の着床が地帯する期間が含まれる。軌道や岩の隙間などで1回に1から4頭の幼獣を生む。授乳期間は5ヶ月。18から20ヶ月で生成熟する。寿命は8から10年。飼育家の寿命は17年6ヶ月の例がある。日本国内における飼育家の寿命は 京都市動物園で生まれ2007年に、王子動物園で死亡した、ヨーの22年4ヶ月や2018年1月に、秋吉大自然動物公園で死亡した、宝だからの23歳5ヶ月の例がある。宅地開発や、農地開発、滝木採集のため森林伐採、単一種の植林、焼き畑放牧などによる、生息地の破壊、毛皮は、 ペット目的の密漁や狩猟による婚核などにより生息数は減少している。生息地に侵入した犬からの犬ジステンパーでの感染種も懸念されている。1975年のワシントン条約発行時には付属書2に1995年からはワシントン条約付属書 i に掲載されている。1994年における 中華人民共和国での生息数は2500頭、ネパールでの生息数は300頭、ミャンマーでは確認されていない。1999年における、シッキム州での生息数は2500頭以上と推定されている。日本では1976年に、釧路市動物園で飼育か繁殖例がある。飼育かでも繁殖は可能であり、現在、 世界中の動物園で繁殖が行われている。四川レッサーパンダに関しては、特に日本で人気が高く、2015年の時点で、全世界での飼育数の7割に当たる258匹が飼育されている。1915年が、初版の辞書、中華大事件には、熊猫の5が収録パンダの名前は1825年に、西洋人が、 ヒマラヤで発見したレッサーパンダの名前を現地人に尋ねたところ、竹を食べるものという意味のメガリャポンヤだと答え、ポンヤがパンダに変わったとされる。はじめは、レッサーパンダは単にパンダと呼ばれていたが、後にジャイアントパンダが発見されて有名になると、単にパンダといった場合は、ジャイアントパンダの方を指すようになってしまい、英語においては、 従来のパンダの方に、小さい方のという意味の英語、レッサーや毛色から赤、レッドをつけて、レッサーパンダ、またはレッドパンダと呼ぶようになった。いわゆるレトロニムの例である。このため、古い日本語の図鑑などでは、アイリュールズフルガンズの和名をパンダとしている場合がある。また、漢字表記をそのまま読んだ熊猫が別名とされていることもあるが、 ビントロング別名クマネコ特別がつかないことになる。英語では、レッサーパンダや、レッドパンダ以外にも、ワーや、ファイヤーフォックスなど、多数の別名がある。中国語では、ジャイアントパンダのことを、オークマネコと記すのに対し、レッサーパンダは、コグマネコと呼ばれる。パンダ同様本来、クマネコは、レッサーパンダを指す。直立した姿2005年5月。 千葉市動物公園で飼育されているオスのフータが30秒程度の間、後ろ足2本で直立すると内外のマスコミで取り上げられた。レッサーパンダは元来、周囲の様子を伺う時に直立することがあるが、当時の朝日新聞紙面にて紹介されたフータの写真は人間のような立ち姿に見え話題となった。そのの担当者によるとフータは生後間もなく、 母親に謝って、尻尾を噛みちぎられたが、おかげで、尻尾が邪魔にならず、美しく、背骨を反らすことができたという。その後、風太の祖父や母も直立することが分かった。また、横浜動物園、ズーラシアの、デールや佐世保市ア熱帯動植物園の、海のように、二足で数歩歩く個体もいる。これを機に、 各地の動物園で、後ろ足で立つレッサーパンダが取り上げられ、フータが JT の缶コーヒー CM に起用されるなど、話題が加熱したため、旭山動物園や世界自然保護基金などから、商用目的で、レッサーパンダへ、過剰な負担をかけることへの疑問や懸念が表明された。また、ブームの発端となった千葉市動物公園では、 ラジオ番組の電話インタビューにおいて、当初地方紙のみの記事であったはずが、いきなり全国的に取り上げられたため、その過熱ぶりに困惑気味であったと語っている。未足であるクズーラシアのデールに対しても、無理やりゲーを仕込んでいるという誤解に基づくバッシングも一部で起こっていた。ブーム下においては、直立したレッサーパンダのぬいぐるみなどのグッズが多数商品化され、 ハピネットの動物大百科のソフビ人形は直立形態を前提に造形され、エポック社からはレッサーパンダが立ちましたというナノフィギュアが商品化された。フータは2018年7月に15歳を迎え、人間の年齢で言うと70歳の高齢となり、寝ている時間が増えほとんど自分から立ち上がることはないが、餌の時間には立ち姿が見えることがあるという。 ありがとうございます。